陰謀論者裁判座たに安倍元首相銃撃事件でスナイパー小屋とデマ。現在、いわゆる陰謀論者が安倍元首相銃撃事件に関連し、あるビルの屋上にスナイパー小屋があったとデマを流している問題で、このビルの運営会社がバズフィードの取材に対して、テントは清掃や点検作業に使用したものである。不審者がいたということもないし、 そもそもスナイパー小屋だなんてありえない。悪質なデマを信じた人たちからスナイパーがいたなどと電話も来ている。非常に迷惑しており、弁護士に相談の上、法的に対処していくことを検討しているなどと説明いたしました。こちら、業務妨害などで刑事民事で責任を追及されるものと思われますが、まあ、さらにですね、銃撃事件に関して、 使用された銃弾についても陰謀論的な暴言が垂れ流されていることが確認されてしまっております。いわゆる陰謀論者と呼ばれている存在にはしっかりと責任をとり猛省していただくようにお願いいたします。以上になります。ご清聴いただきありがとうございました。